かだけど引っ越しの準備も。またその画像見てるの？一日一回は見てるでしょ。それより引っ越しの準備しないと。そんなこと言って当日バタバタしても知らないよ。ちょっとでも事前にいらないものは捨てておかないと。引っ越し屋さんに追加料金取られちゃうでしょ。そう？若い？それって褒めてないよね。なんだか言い方がいやらしいなあ。あなた、まさか未だにエッチなその手の画像を。何？あなた。なんで今さら。なんだか恥ずかしいからお断りします。じゃあ、なんでここで幼馴染プレイを強要するかな。その必死さが帰ってやだよ。何？あの、昴生くん。昴生くん。うん。私たち幸せになって、みんなも幸せにしようね。当然だよ。昴生くんのお嫁さんなんだから。